興味がある人がいてるかわからんが、ボンシュールの趣味だから紹介しとくわ。はい、ボンシュールはですね、ただいまインペリアルゼブラプレコを飼育しているんですが、こちら大きい水槽の中へね、ドンと入れるのではなく、隔離ケースを使用しながら飼育しています。で、なぜそのようにしているかというのをご紹介したいと思います。はい、こちらがプレコを飼育している40センチの水槽になります。で、水槽内には隔離ケースが2つあります。プレコのサイズによって住む場所を変えています。で、こちら水槽内の隔離ケース以外に水槽に引っ掛けるタイプの隔離ケースを使用しています。では、こちらなぜ隔離ケースを使用するかというと、小さなインペリアルゼブラプレコは餌を探すのが非常に下手くそです。なので隔離ケースを使用することで餌を見つけやすくしています。はい、ということでですね、ボンシュールが飼育している水槽の環境を見てもらいました。水槽内の隔離ケースと、こちら水槽に引っ掛けるタイプのサテライト式を両方使っていますが、やっぱりね、デメリット、メリット両方にございます。でね、圧倒的にね、水槽内に入れている隔離ケースの方が水の循環がいいです。で、排泄物とか食べ残しが一箇所に固まってくれやすいんですよ。で、これどういうメリットかというと、やっぱり掃除がしやすいです。水質に敏感なインペリアルゼブラプレコですから、こちらね、毎日ボンシェルはその食べ残しのね、餌とか糞を取るんですが、一箇所に固まってくれてるとやっぱり取りやすい。で、かてやサテライト式の方に関しては、上からね、酸素がブク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 来てるんですが、水のね、循環はあまり良くないです。上のほんと隙間から水が出ていくんですが、汚れたものが下の方にこちらまんべんなく散らばっている感じ、食べたものの食べ残しであったり排泄物も全体的に散らばっている感じがあるので、圧倒的にその掃除のしやすさというのは水槽内に入れてる隔離ケースの方がいいです。やりやすいです。で、それとさっき言った水の循環に関してなんですが、やはりね、水槽内に入れてる隔離ケースの魚たちの方が餌の食いつきがいいというか、すごいね、元気に見えます。まあ、モンシュールの主観なのかもしれませんが、まあ、両方飼育してて同じように餌をあげてても、じゃあ水槽内のケースにいてる魚はやっぱり食いつきがいい。で、ただそのサテライト式のものはなんかね、反応が鈍いということは、ちょっとね、その水の汚れというのが溜まりやすいんじゃないのかなと思って、魚にとってはこちら水槽内で隔離ケースで飼ってあげる方が非常にいいのではないかと思います。ただね、ボンシュールはこちらインペリアルゼブラプレコだけを今飼育しているので、このような環境でも問題ないですが、他の魚を飼っている方からしたらね、水槽内にあんな大きいね、隔離ケースをボンって置いたら他の魚が見えなくなる、外観を損ねてしまうってやっぱり思われる方もいてると思います。まあ、そういう方にはサテライト式のこちら水槽に引っ掛けるこちら隔離ケースの方がいいのではないかなと思います。で、こちらね、今回あのプレコの話でご紹介しましたが、これね、プレコだけじゃなくて、こちらやっぱり稚魚もそうですし、海水魚ね、海水魚にも効果的です。ね、よく動き回る海水魚はよろしくないですが、まあ、ハゼのようなね、ネズっぽ族ですか、ああいう子たちはね、こう下の方をね、こちょ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 動いてくれるんですが、餌をね、食べる食べないの個体差が非常に大きいんですよね。で、この餌をあげても、なんかこれ食べてんのかなっていうのがわからない。けど、ああいう風に、こうね、隔離ケースでちっちゃいところで飼育してあげることで、餌をあげた時にすぐにこれ食いついてるな、でこの餌は食いつかないなっていうのがすぐに分かりますので、この食いつきのいい餌が見つかるまではこちら隔離ケースで飼育する方がいいのではないかなと思います。で、すごいね、よく食べる餌が見つかった時にはそこから本体の水槽に移してあげて、でその餌を与えてあげるという方がいいんではないかなと思います。そしてボンシュールこうやって熱弁したんですけども、ボンシュールの動画でこれを聞きたい人っているんかな。